若い選手。相性に関してはちょっと、村上選手の方が有利そうに見えますが、はい、前はちょっとクリーチャー除去の、効き目が違うので、うん、正直村上選手ほとんど効かないですか、ね、そうですね、もうクリーチャー除去が効き始める頃はゲームを決めに行ってる段階なので、はい、あ、ネザール、倉庫があったネザールだと、殺育の暴君なんかもコントロールに非常に強いカードですね。まあ、ネザール対処できないですよカードもしかしたらグリケスミッドレンジなどがサイドからネザールを入れてくることもあるかもしれないと。そうですね、これだけコントロールが入るんだったら、はい、同型を見越してそういう対策もありえると思います、はい、さあ村上選手ちょっと悩んでたようですがキープしたみたいですね、はい、そして木村選手の方はもうキープということで、はい、最終ゲーム始めました。まずは赤オランドと青クランドの置き合いと、もうこの同門対決か。あ、そして木村選手手札に見えたのはフェニックスですね。そうですね、まあ、グイグイ今回のイクサの総国の新カード、お互いしかも土地がアンステーブル、はい、アンステーブル。さあセットランド3体迷いますが沼とゆっくりした立ち上がりになっていますね。はい、ゲームが動くのはそろそろでしょうか。さあまずはサイネズスフィンクス、アセンスフィンクス、こちらホイッスの3球というにはでかすぎる、でかすぎる牽制球でかすぎる、とんでもないカードですよね。さあホイッスの3されてしまってはちょっとこのカードは寂しいんですが、ただ不死鳥のごとく木村選手の手札にまだありますね。もう4ターン目フルタップで検閲をケアしなかったというのは、あ、もうガンガン仕掛けていこうと、はい、そしてこれ検閲がないことが分かったということですね。そうですね、うん、さあ、あとはイエコの5ターン目アクションに迷っています。どうするか。次の球として、お、次はゴンティといいますねいや本当に重量級ばっかり。そうですね、どれも通ると重量級対決ね。ゴンティやけどやっぱ本当コントロール対決においてはかなり強いですね。はい、先ほど通ったゴンティが相手の除去を否認で打ち消すという場面もありましたからね。さあ村上選手今日はちょっとゴンティに何度もこの危機をそして4枚が濃い思考の意思ですかね。そうですね、打ち消しにもなるし、まあ、ドローにもできるということで素晴らしいカードですね。さあこの取られるカードというのはもう気が気でないでしょうね、村上選手としては。これがね、分からないってのもなかなかプレッシャーになるんですよね。はい、除去かもしれないし打ち消しかもしれないと。だから打ち消しというのは思いつく限り最も最悪な。そう、少し前、ティムールミラー、僕も結構ゴンティが入ったエネルギーを最初の頃は使ってたんですけど、はい、そこからクローン、4マナの多面層のなんとかっていうクリーチャーでコピーされるようになると、はい、ゴンティを出した側が最終的に損をしてしまうので、はいはい、ただ今ティムールエネルギーの減少に伴ってそのカードがあまり使われなくなって、こういった対決においてはそうですね、ただただ強い、はい、今回のゴンティのデッキ、今回ゴンティ使用者デッキが多いというのはこのクローン多面層の詩人が減ったというのは理由の一つであるかもしれないですね。かなり大きいですね、はい、そしてミッドレンジ対決を見越してこういうカードを入れていると。いや、考えてますね皆さん。いや、そうですね、本当に環境初期というか、はい、今日昨日が発売日だと思えない。初陣にしてちょっともう早速名人が揃ってる感じになります。 そしてここはチャンドラからサイレンスス、お、フェニックスというところですが、フェニックスは打ち消されてしまいました。ただチャンドラとゴンティですよ。木村選手本当にもうカードが1枚1枚重たいですね、はい、もうどれも重量級なので、重量級ですね、打ち漏らすとゲームを決めてしまえるだけの力がある、はい、さあそしてチャンドラもゴンティも、そしてカウンターを残していますからね、なんといってもこのゴンティによる、ね、ここのターンはちょっと難しいですね。木村選手マナからスカラベみたいなアクションもできるので、はい、まあ、まずは攻撃、はい、さあチャンドラをどのモードで使用するか。ここはブラスカの侮辱はもう、あ、トップをめくりましたね。あ、いいですね、これは強烈ですね。できれば2万、3万を残しながら動きたいと思うので、はい、まさにこれうってつけの1枚だと、これは最高ですね、はい、なおかつ対戦相手が放置しづらいほどに強力なカードなので、はい、さあ思考の意思を打つかちょっと迷っていますが、やはり合わせたいのは本流の機械巨人というところなんでしょうか。あ、ただ打ちますかね。さあこれは、さあ致命的な一押しをなんとか最初はしますが、ただカードがどんどん減っていきますね、チャンドラによって。
さあそろそろチャンドラを対処しないとさらにアドバンテージが、開いて奥義も見えてくるターンなので、で普段にはブラスカン侮辱は控えていますかね。いや持ってないですかねこれは。さあ奥義の足音が聞こえてきますが、あ不許可は持っていますね。さあこの辺りの探り合い、急に7かだかといって奥義を起動したらそうですね、不許可されてしまったりもありますし、あここはマナとして使いました、スカラベの神。さあこれは不許可と。チャンドラやっぱりこの一ターンに何アクションも取れるというのも素晴らしいですね。コントロール対決で土地がうんぬんという話をさっきの先ほどのラウンドまでしてましたが、2マナ増えますからね。はい、さあ手札1枚残ったのはブラスカの侮辱ですね。このカードはちょっと今木村さんとしてはあまり手札に持っていてもしょうがないカードであるんですかね。いやただ機械巨人を、いつでも除去できるっていうのは安心できるんで、はい、そんなに悪くはないと思いますね。なるほど。さあグリクイス増えたらニコロは使われるようになるんじゃないかと。通ると一応最強クラスのカードですからね、はい、そうですね。少し前から、グランプリで9位になったりマジックオンラインで結果を残してる秋タイプなんですけど、エネルギーを使いながら今回の禁止改定で全く影響を受けなかったということで、さあ木村選手、さあ奥義ですが、ここは不許可が早速行きました、ね、早速いきました。そしてこれが通ると木村選手迷いがないですねすごいです、すごいですね。ちょっと手札気になるところですけど、はい、先ほどまで持っていたのはブラスカン侮辱ですが、今回今引いたのは何でしょうか。さあこうなってしまうと手札のカードが全て5点火力という凄まじいことになってしまいますね。さあモーナの上、これは食らいますと。そして村上選手手札はどちらもブラスカン霊気拠点ですか、まあ、手札が弱いからもう意を決していったっていう可能性はありますね、はい、もう機械巨人を合わせられたら仕方がないぐらいの、はい、ただその作戦は見事に成功しましたね。そうですね。さあそして5点謎の能力が何ですか、謎の能力はこの5点っていう、こんな能力ありましたけど、さあプッシュするんですが、本来であればこれは村上選手を望むところなんですが、のしかかる5点と。さあそしてちょっと遅い機械巨人、もうしかしこれはこれはブラスカの侮辱が、そして5点本体刺さりますねさあ村上選手不許可がないと残り呪文1枚で死んでしまう、はい、しかも不許可で対処するのはその誘発型能力ですからね呪文ではなく。さあ許可一応1枚はあったようには見えるんですが、今錯覚ですか、錯覚ですか、頼む対象っていうところですかね。あ団結ですかね。1枚は一応引いてクリーチャーを引くことができれば、はい、ライフ回復もできる。なるほど。さあ引いたのは、あプッシ ュ打てない、打てない。2、まあ、もうクリーチャー引かないとしょうがないですからね。ただクリーチャーを引いたらなんとプッシュでも死んでしまうので、そうですね、対象には取れる、はい、ただキャストはできてしまう。プッシュ対象に取れるんですよね。そうですね、ただ、一応スタックでライフゲームできると思うので、はい、チャンドラちょっと強すぎますね。さあしかしまだ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 、さあさあさあ、あ未開地ですかね。あつむじ風、そして本体、そして本体5点、ただ本体5点は、おお消しました。これはさあただもう満身創痍ですね。粘るが、いやーチャンドラあまりに強すぎますね。ちょっとこのカード単体での仕事量が凄まじいですね。村上選手スカラベとかを引くと逆転できるかもしれない。ただ手札、いや1回しか除去打てないんで、生贄捧げるんでいきなり、あ除去1回しか打てないんですよね。 なので1回木村選手の呪文が尽きるともしかするとワンチャンあるかもしれない。お優先権渡さずにそのままもう1枚打てないんですかね。それはダメですね。ダメです、相手のターンだと。なるほど。ただこれはもうないとはい、というわけでゲーム1はチャンドラの奥義を見事に炸裂させた木村選手が勝利ということで、先手の人ではグイグイスミッドレンジャーちょっと
ビッグエース本当には不利なんじゃないかと状況の分ということだったんですが、木村選手もけどそれを分かってましたね。もうだからもう4ターン目からガンガン仕掛けて、はい、チャンダラをうまく通してそのまま奥義につなげて、はい、ということで、さあ6枚となりましたが、ちょっと土地がなさそう。いや最後の2枚、最後には土地でしたね。そして脅迫をサイドにしてますね、村上選手。まあ、やはり対戦相手サイドから、まあ、否認は絶対入ってきますからね、はい。まあ、プラスアルファでいろんなカードも入ってくるので、まあ、チャンドラに負けたことを考えるとチャンドラ対処したいと、まあ、いろいろありますからね。プレインズウォーカー、否認、脅迫、はい、それこそアルゲールみたいなカードもありえますし、はい。さあ第2ゲームはお検閲を引いて2ターン目もアンタップインと、ただ土地がちょっとないので不安ですね。さあただ脅迫、スカラベの神、思考の石、そしてもう1枚は何でしょうか。ブラスカーですね。ブラスカーの侮辱、ブラスカーの侮辱、これ村上選手としてちょっと一安心、序盤の脅威が全くないので、はい、のんびりゲームができそうな。ただドロー車からつむじ風と、つむじ風はやはりその単体除去が貴重なデッキには鬼の強さを起こりますかね。そうですね、まあ、ただやっぱ前と違って場に出た時に対応して除去してしまえば一体も満たさずに死ぬことがほとんどなので、はい。さあそのつむじ風をプレイするんですが、検閲がある。そして土地を引いてますね、村上選手は。この4枚目さえ引ければということですが、お、あ、持ってますね土地は。今島を引いて竜どころの山頂も見えますね、うん、しっかり土地を引き込んでいます。ただタップインですね。さあこうなると村上選手にとってはかなり都合がいい展開に見えますが、ちょっとインパクトが薄いですね、手札にあるカードが。あ、収集者来ました、ね、そして除去はなさそうに見えますね。さあ霊気拠点でしっかりエネルギーを貯めつつ、さあこいつも本当に2マナとは思えないですよね。ちょっとこのボブを受け継ぐ者として最も闇の腹心に近い強さを誇っていますね。まずメイっていうのもね、ライフがなかったら引かない、引かないっていう、すごい確定で言ってんですからね。さあとても2マナとは思えない圧力をかけている、はい、ゴンティを使って、あ、赤春章、あ、協調艦隊の向こう水ですか、あの2021、あ、それいいですね、確かにすごいですね、二度おいしい。しかもグリクイスミッドレンジに もうまさに入れられますね。さあ2枚目の収集車、そして除去がないので、ここはこうなってしまうとその手札のカウンターとかがちょっと気になり始めるんですかね。さあフラスカの侮辱を持っているのは、先ほどのデュレスで分かっているので、オンディオン巨人はプレイしづらいですね、これは。そして殴られば殴られるほどカードを引かれていくと、手札強いですね。まず脅迫、これはもうない本流の客人、本流の客人、スカラベの神と凄まじい手札ですねさあ墓地を見ますが、さあ村上選手はこうなるともうガンガン行こうぜと、はい、短終了時に機械巨人から順番に出していくと。さあこのうちのどれかを弾いてしまうと木村選手が一気に有利になるんですが、手札はちょっと土地が多く見えますね。スカラベ、スカラベ、ブラスカの侮辱ですかね、はい。そこはスカラベ、ただここは検閲がまず引っかかります。ここは氷の機械巨人でヒエルグリフの輝きを使われることを嫌ったと。あ、果敢に攻撃に出ましたね。役があるんだよね、役があるんで。2枚目の巨人が出ると一応はブロックができるんですが、まあ、ちょっとそのタイミングでは出したくないですね。ちょっともう出さされる感じになるんで、はい、できれば自分の望むタイミングでキャストしたいと、はい。さあただここで2ドローと、そして攻撃が食らいます。ちょ、能力がつきすぎていますね、このカードにも。残りは10。さあ木村選手としてはちょっとスカラベまで見えてるんで、はい、現状だと1枚しか対処できないかな。ブラスカン侮辱しかないですね。お、3枚目ですね。強い強い、このブラスカン侮辱を持っているのはかなり大きいですね。はい、ここは合わせますと。ちょっと6回で止まってしまっているので、スカラベの神も現状だとちょっとインパクトし弱いですかね。それを見越して の, あのヒエルゴイフの回帰を使わせなかったというところですかね。あ、先ほどターンですね、はい、土地を伸ばさせないという。さあ
あと1マナあれば不許可を構いながらというところなんですが、その1マナがない。ただもう村上選手もここはまだ攻撃しますね。してターン終了我慢しますね。手札には不許可と思考の意思ですかね。あわよくばこのまま殴り切ってしまおうという算段なんでしょうか。さあ手札にはすさまじいですね、このエネルギーまだまだ、形を変えて生き残ってますね。はい、この形は本当に全く影響を受けていないですからね。そうですね、影響点が禁止されたとなれば厳しかったですが、いや本当にこういったら2万だとは思えない、思えないですね。すごい活躍をしてますが、さあそしてここには不許可、ここは考えますね。本当に思考の意思があるんですよね、村上、木村さんは今思考の意思をどうしてやろうかと。さあ思考の意思は手で合うんですが、ここで使うか、うん、ただ使ったところでどうせ簡単させてしまうので、ここはターン終了と。そしてこの思考の意思打ち消すのはこれでしょうか。そうですね、次のスカラベに対して打ってもフルタップにさせて終わりなので、はい、またスカラベに対して打つとほぼ、あ、スカラベに対して打つとほぼ罪ですかね。なのでここはスルーと。さあプラスカの侮辱、いや不許可ですかね、手札に合うのは。この状況を打破するにはまさにその、うん、破滅の時とは抜いてそうですけどね。破滅の時を探しに行ってるんでしょうか。さあ思考の意思非常にこの対戦 で今回の3戦ともすごく見ますね。強いですよね、やはり。カウンターにもなるし、まあ、コントロールが増えてるというのはやっぱり相当意識して無駄にならず最悪でもドローができるんで、はい、さあ最後のドロー破滅の時があればということですが、スカラベの神を準備をしますか。引きに行きますね、破滅の時を引かないですかね。おお、サイクリング、そしてなしと。さあこれは困りましたね。フルタップで出すしかないと。医薬軍団ここで投了と。投了と。はい、というわけでもうサイドが木村選手の理想的な展開でしたね。軽い脅威で相手を上回る。しかも所定としてはなかったですが、収集者が、収集者を連れてきましたね。収集者本当に2マナってのが大きいですよね。ちょっと大振りのアクションになりがちなこういう対決において2マナで仕掛けてバックアップもしやすいですし、否認を構えながら出せると。はい、というわけで戦の速報環境偉人戦優勝となりましたのはグリュックスミットンジを使用された木村健太選手です。おめでとうございます。はい。